はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。信長の野望武将奮録7回目ですね、続きやっていきたいと思います。信濃からね、援軍呼びましたよということで、まあこんな感じでいいかな。おお、撃たれる撃たれる。ほい、頑張れ頑張れ。まあもう生きのでは止まりそうな感じはしてるんですけどね、援軍4番でも。まあ一応ちょっと形上というところで、よいしょ。万が一ね、狙撃されてしまったらっていうちょっと心配があったんでね、万全の構えで行こうと思いました。よいしょ。ほい、あー、兵力がなくなったのね。じゃあ、官兵衛さん大活躍してくれたので、官兵衛さんに手柄最後取っていただきたいと思います。はい、ということで徳川さんを倒して天下統一成し遂げることができました。まあ全員ね、ちょっと召し抱えていきたいと思います。あら、鳥さん、あ、はい、信重さん、はい、後悔なさるぞと。で、信康さん、もう諦めましょう。あー、ダメだね。はい、半蔵さん、おー、半蔵さんもギリがたいからね。はい、酒井さんで、石川一正さんで、菅沼さん、おー、なんかランタイムエラー出てるの。応仁のラインより始まり、なんか押さないかな。混沌が全国を覆い尽くした。きら星のごとき群雄たちが生まれ、そして散っていった風雲の時代、再び世に秩序が回復し、長きにわたった戦乱の日々は、ついに終わりを告げたと。
はい、ということで、無事終わることができました。結構長くかかりましたね、97回という回数でしたね。で、今後の予定なんですけどね、信長さんシリーズは実は覇王伝をねちょっとやろうかなと思ってるんですよ。で、なぜ戦国群雄伝とかそっちやらないかって言いますと、ちょっとね戦国群雄伝って実はまあもともとこの武将風録の出る前にね出てたやつなんですけども、まあちょっとパターンが似てるということで、ちょっとあまりね続けてやるとも私がちょっとね面白みなくてちょっと続けるあれがモチベーションが続かんかなっていう心配があって、で覇王伝はね大昔も二十数年前やってるんですけどね、もうすっかり内容忘れてるんで、ちょっと新鮮味がそっちの方があるかなっていうふうに考えております。で、あとですね、三国志シリーズですけどね、ちょっとスーパーファミコン版のね、スーパー三国志やってたんですけど、まあそこでちょっと2のグラフィック好きですよという方がいらっしゃったので、ちょっとうまくねつなぎ込みできればね、三国志2の方も続けてやっていきたいかなとは思っております。ちょっとどっちに先になるかはやってみないとわかんないんですけども、であと98シリーズですね、こまごまといろいろソフト出てきましたんで、まあそれもちょっとうまいこと動くかどうか確かめてみてからまたちょっとね、発表させていただきたいかなと思っております。では、長い間ですねお付き合いいただきましてありがとうございました。足掛けだいたい3ヶ月ぐらいでしたね、本当にご視聴お疲れ様でした。では、また次の動画でお会いしたいと思います。ペソでした。さよなら。